です。こんにちは、こんばんは、諸星すみれです。ということで皆さん、今日の動画がスーチャンネル年内最後の投稿になります。イエーイ。4月に YouTube 始めてから8ヶ月ですよ、皆さん。信じられますか？私は信じられません。まあ何はともあれここまでスーチャンネルを見ていただいて、楽しんでいただいて、応援していただいてありがとうございました。ということでですね、今日は年越しそばを食べながら、まあみんなそれぞれの1年の振り返りをしつつ、来年からのスーチャンネルの活動に向けて反省会をしていきたいなと思います。まあ楽しんでやってきましたよね、皆さん、スーチャンネル。楽しかった。はい。全部楽しかったし、全部いい思い出なんですが、反省点も多々ありますね。皆さん自覚ありますね。すいません。ほんとすいませんもたくさんあるので、そういうのを振り返りながら、来年、より良い動画を投稿できるように、今日の回を設けましたので、ぜひ皆さん、お付き合いください。よろしくお願いします。あ、反省会、うわぁ反省会と言いつつ楽しい回にしましょうよ。はい。では皆さん、今年も一年、ありがとうございました。また来年からも、よろしくお願いします。乾杯！乾杯！何回この絵面をみんなにお届けしたんだろうかね。本当だね。もう、YouTube の動画でお酒飲むのも慣れてきましたよ。慣れてなかったの最初。いや、なんかやっぱ、みんなもさ、見てくれてる人もさ、あ、すーちゃんがビール飲んでるみたいな。ああ。新鮮みたいな。うんうん。だったけど、それももう、だいぶ落ち着いてきたと思う。もう当たり前の絵面になってきた。そばは食うか。こちらにございます、おそば。おそばです。どう？うんうんうん。でも何よりさ、健康が一番だなって思った一年でした。私ほんと健康になりたい。健康が一番。マジで。来年の目標は健康になること。そうね。少し体力作り的なことしたいよね。運動して、健康意識と美意識を。うん、高める年にしたい。だって24歳だもん。24の女らしくなりたい。24の女ってどんな女？ひろちゃんがすーちゃんじゃないや、まおちゃんを産んだ。な、25。うん、25か。24で結婚して、25でまおちゃんが生まれたから。でも結婚する女じゃん。まあ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 、まだわからんからね。電撃結婚みたいな。全然あるある。ビビット婚みたいなやつね。何ビビット婚って。ビビット来ちゃって結婚しちゃう。ああ、そういうことか。色鮮やかな結婚かと思った。新郎新婦なんか蛍光色でなんか結婚式。もうすーちゃんの今日のセーターに。ビビット婚。何言ってんだか。みんな適当。みんなさ、適当になってきたよ、なんか。最初の動画とか見返してごらん。もっとちゃんと喋ってた。棒読みだけどね。どっちを取るかだよね。棒読みで、ちゃんと進行して、ちゃんと身のある会話をするのか、もう素で、意味不明な会話をするのか。どっちがいいんだろうね。どっちも良くないよね。私たちの中にさ、素で、ちゃんと進行するっていうのがないよね。向いてないかもね、YouTube。ママ、最後の晩餐、やっぱ牡蠣が食べたいんだけど、次はとろろが食べたいの。とろろ大好きだよね。とろろ大好き。最後の晩餐何食べる？最後の晩餐。最近私ラーメン。寒くなってきたからかな、なんか。そうじゃない。最近。やたら行くよね、夜の。11時ぐらいに。ちょっと家系行こうね。家系か博多豚骨。そうそうそう。最近、豚骨がね。うん、新しいお店開拓してね、うん、そうそうそう。まおちゃん、今年1年どんな1年でした？まおちゃんからなんだ。なんで私からなの？だってまおちゃんもういなくなっちゃった。確かに。そうだ、まおちゃんいなくなっちゃうんだ。早くしないと。活動的な1年だったかもしれない、なんだかんだ言って。確かにまおちゃんめっちゃリアル中になった。激動の1年だったね。仕事もそうだしさ、友達もすごい増えたしさ。大丈夫、友達がいないとか言ってない。いなかったわけじゃない。いなかったわけじゃないですよ、皆さん。ちゃんとママちゃんお友達いました。ちょっと数が増えて。
ただけだよね。ちょっと増えたぐらい。じゃあ来年の抱負でもやって。いやでも来年は、うん、もうちょっとなんか参加できたらいいなとは思ってる。そう、そうだね。忙しいからね、まあちゃんね。なかなかスケジュールはね。ね。あの、うん、運動会にもぜひ呼んでください。そうなんですよ、うん。できれば。もう今からそう年始の企画とかをみんなで考えてるんだけど、うん、新春大運動会をやりたいなって。ぜひそれには。そこはぜひあのまーちゃん合わせで。あ、そうね。まーちゃん合わせで。ぜひそれで。はいはい。行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。バイバイまーちゃん。バイバイユナス。さっきあいちゃんとさ、うん、スーパー行って。うん。すっごい大量のお酒をね、うん、持ってレジに行って、うん、私たちどういう風に思われてるの、こんな昼間からさビール何本も持ってて梅酒持って茶水飲んでさ、やる気満々やない、うん、気合入ってる、うんうん、やる気はあるよね、うん、いつだって、うん、いつだってやる気はあるのよねそうなの、企画とかもさ一生懸命考えるじゃん私たちって、うんうん、結構時間かけてちゃんと企画会議みたいなのやってさ、うんうん、なんでそんなに頑張って企画会議してるのに最終的に決まるのがパン大食いとか、うん、絶対無理な企画を選びがちだよね、うん、ないね、1万円使い切るとか、ああありましたね、あったね、もうひどかったね、暑かったね、あの日ね、だってソフトクリームあんな早く溶ける、いや信じられない速さで溶けてたもらった瞬間からああちょっと難しかったね、あれ ね、 ちょっとね、ああいうの難しい、ちょっと難しい、ちょっと難しいわ、何ができるんだ何ができるんだろうか、もう来年の目標は企画倒れしないこと、うん、そう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 、させないこと、させないこと、させないようにすることにしたかなさせないように気をつけることなんかもう企画倒れ系 YouTuber みたいになりつつあるなって謝りがちごめんなさい、お許しください、いっぱい謝ったね、いっぱい謝ったし、うん、こんな謝る1年ないか今までそれこそ私にとってもめっちゃ、うん、激動の1年だったと思う、年明けてもう卒論提出がマジかの時なんてもう、うわもう思い出したくないよ、生き地獄みたいな思い出したくないよ何レッドブルとかさモンスターとかそう飲んでよく生きてられたのに、ちゃんと役に立ったよよくやったよね、やりきったよね、でも、うん、やっぱ不思議なもんで、うん、いざ卒業してしまうともう一回学生やりたいなって思うんだよね、わかる、勉強したいよね、勉強したい、で、あのなんか期限に追われてる感も、うん、今となるとなんか快感、快感だったな、変なアドレナリン出るよね、うん、そうそうそう、確かにね、また大学行こうかな、うん、いいかもよ、また違うなんかやりたい勉強見つかったら、ね、ちょっとお金貯めて、うん、ほんと今年はいろんな初めてが、インスタもねすごい頑張るって言ってたけど絶対しないしね、まあだって週一でさ YouTube 投稿してるじゃん、うん、って結構な頻度だと思うよまあね、インスタってそういうものなのインスタって何、あ、来年はストーリーの投稿と、あとショート動画もたまに、あ、そうだね、投稿したいです、インスタも頑張ります。なんか写真撮るわ。うん、撮ろうよ。来年なんかいろいろ写真撮るわ。うん、YouTube もさ、始めて、うん、結構いろいろこう、さらけ出してるじゃない、うんうんうん、私の寝起きの顔とか、うんうん、需要あんのかなって思いつつだけど、でも私は、いわゆる美容系 YouTuber とかさ、うん、キラキラしてる Instagram とかあるけど、うんうん、そっちにはいけないしなって思って、うん、じゃあもう親近感に、全振りしようみたいな、うん、今まで出してこなかった部分を出したら面白いかなって思ったけど、うん、なんかそれに逆にこうショック受けちゃってる人もいるんだろうなって思うのね、さっちゃんもっとなんか何意識高い人だと思ってたっていう人もなんかいるのかなって思っちゃって、うんうん、何が正解かわかんないけど、うん、何が正解かわかんないからもう楽しいことしようって思って、うんうん、今までのスーちゃんが見たい人はもうほんと公式で発表されるものだけ見てくださればそれで、うん、こっちはもうそれでもいいよっていう人だけ見てくれれば、うん、でもそういう人がいてくれて幸せ者だなって思った、うん、いろいろ忙しかったしいろいろ葛藤もあったけど、うん、気持ちがすごい楽になった1年でもあったなって思う、うんうん
いや、恋したいな。そればっかや。好きな人が欲しい。うん、片思いしたい。片思いいいね。じゃあね、この。片思い。じゃあね、これ聞いてくれよね。片思い。聞いてくれって私の話じゃないんだけどさ。そうなの、そうなの。すごい。3年間、片思いしてること。クリスマス当日に、2人でディズニー。やー最高じゃん。まあ、彼氏と行くのもいいけどさ。うん。まだそういう段階じゃないけど、うん、でも、うん、その時期に二人でディズニー行って絶対向こうも好きじゃん、うん、え、好きじゃなかったらどうする？もう訴えるよね。もう訴えるよね。訴え案件だよね。これ訴え案件。そうそう、うん、いいなぁ。でもどうやってそうなったんだろうね。ディズニー行こうってなったんだ。仲良かったんじゃない？なんかあとさ、みんながさ、見てない間とかにさ、廊下とかでさ、アイコンタクト撮る。アイコンタクト。アイコンタクトいいよね。あれいいよね。いい。タイプとかね、相手の。あ、最高だ。グラウンドとかね。じゃあね、体育館のうちの半分女子、半分男子みたいなってやってる時に、こう向こう側でなんかこうバスケとかやっててさ、あ、今シュッと入れたみたいな。なんかちょっと目があって。下唇を噛みながら。下唇は絶対噛んだ方がいい。それは噛んだ方がいい。絶対。やりたい。マジでいいな。泣くな。泣くな。なんか新しいことをね。そうそう。やっぱあの恋掴みたいんだったら、自分が動かないと。まあね、待ってるだけじゃね。待ってるだけじゃ来ないから。で、今の生活環境変えないとね。変えないと。変えてこ。変えてく。来年はちょっと変えてく。来年は変えてく。うん。まあ、24だしね。24だし。もうそろそろね、あってもいいよね。本腰入れていかないと。目バッキバキになっちゃった。目決まってるよ。スーちゃんなんか最近目バッキバキじゃないみたいな。もうその目で誰も近寄ってこないの。可愛い感じでいこう。可愛い感じで。うんうん。うん。わかんなくなっちゃったよね。どうしたらモテるんだろうね。みんなのモテテクをかき集めて、もう集大成みたいな感じにしたらモテるんじゃない？全部それをスーちゃんが。そう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 。みんなが送ってくれたモテテク全部駆使した動画とか撮ってみる。いいじゃん。すごいじゃん。生かせるよね。生かせる生かせる。モテテク教えてください。あとね、やっぱすっごい髪の毛いい匂いで。ああ。パッてゴム外す瞬間とか、ね。あ、なるへそなるへそ。ああ。自分の匂い分かんなくない？分かんない。分かんない。うん、私多分ヘアオイルの匂いが。あ、いい匂いする。あ、めっちゃいい匂いする。本当に？ありがとう。何？いちいちブンブン。いちいちブンブン。本当今さ学生の人たち。本当にもう制服もいっぱい着れるだけ着たらいいと思うし、写真もいっぱい残したらいいと思うし。今自分がやりたいと思うこととか、今後あやらなかったら後悔しそうだなって思うことって、まあリスクがあったとしてもやるべきだよね。本当、あとまあもちろん勉強とかね、ちょっと気になるなこれとか思ったやつって、後で意外とあん時勉強しとけばよかった。そうなの、そうなの。もうしたいと思ったことはねすぐするべきだよね。もうその時にしかできないの。とんかつは大人になったら食べれないんだよ。何言ってんだ。油は若いうちに取っとけって話。ビールだと思ったらめんつゆだったもんね。やばいってこうなるから。そう、だから言うて私たちもまだ今しかできないことあるはずよ。そうだよ、全然若いよね。若い若いよ。ひろちゃんだってそうだよ、私だってまだ53だからね。そうだよ、そうだよ。まだまだまだできる。ママの膝が生きてるうちに孫とディズニーランドには行きたいよ。やってやいちゃん。JK には戻れないかもしれないけど、まだまだ若いよ。ね。どっから撮る？散々号泣して終わったんだよね。すっごい今ね、号泣してましたよ、私たち。めっちゃいい話してたよね。お互い、でも酔っ払いあるよね。酔っ払いあるね。この、お互いへの感謝が止まらなくって、もうみんな泣き濡れてたんだけど。泣いてなかった。いや、もう、それが私たち。集大成って感じ。これこそが私たち。それが私たちだよ。でももうね、ここにいるすべての人が泣いてたね、今ね。泣いてた、今も。泣いてた。大号泣だった。要約すると、
ね、愛ちゃんに出会えてよかったってことだよね。そう、マジでそうなの。エンディング撮りますか？ね、そうしましょうか。うん、もうそろそろいい感じに、いい感じの時間になってきましたので、どうですか皆さん、じゃあ一言ずつメッセージなんか言っちゃったりなんかしちゃって。あの、いつも見てくださって本当にありがとうございます。なんか本当にコメントとかすごい参考になるし、考えてもなかった視点からのコメントとかが来てるの見ると、すごい見てくれてるんだなって思って、めちゃくちゃ勉強になるし、楽しいです。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。じゃあ、ちゃんひろ。もう、なんか自分も相当大人になっちゃったなと思ってたけど、こう、すーちゃんとかね、愛ちゃん、まおちゃんと一緒に、なんか参加させてもらって、すごい楽しいし、なんか子供たちの成長も、うん、子供たちがみんな成人してるのにだよ。まだ成長してんだなっていうのを感じられて、こう自分もそれで、あ、体も心も整えていかなきゃって思えるようになって、ありがたいなと思ってるし、結構ね、コメントとかで、ママ好きって言ってくれる人が多くって、すっごい嬉しいです。来年もより一層頑張るのでよろしくお願いします。では最後に私からなんですけれども、まあ、私もそうですけど、お母さんとかお姉ちゃんとか愛ちゃんとか初めてこう世に出るみたいな、ずっとこう陰でサポートしてくれた人たちが実際にこう画面に映って、で、喋って、っていうことをやってくれている中で、皆さんからのスーチャンネル好きっていう声が本当に支えになっていて、やっぱりこう自分が発信したいなっていうか、こういう自分を知ってほしいなっていうことで、皆さんが喜んでくれるっていうのが本当に嬉しくて、自分の中で自信になっていってたから、本当にあのやってよかったなと思うし、皆さんにも言っていただけてよかったなって、思いました。本当愛ちゃんにもお母さんにもお姉ちゃんにも感謝していますし、見てくださっている皆さんにも感謝しています。これからも皆さんが応援してくださるようなスーチャンネルを作っていただけたら作っていけたらいいなと思いますので、ぜひ一緒に楽しんでください。2022年、はい、ありがとうございました。2023年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では皆さん、良いお年を！良いお年を！